してこら、そんなことしていいのかな。クロス失礼しちゃった。転校生をいじめるなんて最低だな。気にすることないわ。男の子って好きな女の子かえってからかっちゃうのよ。好きだなんて、あれは単なるいじめっ子だよ。美奈子ちゃんはロマンチストなんだから。そうかしら。まこちゃんこそ男の人に対して構えすぎだと思うけど。私がどうして。いつも失恋した先輩に似た人ばっかり探すなんて本当の恋じゃないと思うの。私はいつだって本気だよ。美奈子ちゃんこそなんで新しい恋を探さないのさ。旗で見ていて寂しいじゃないか。私はもう立ち直ったわ。そうかな。ねえねえ、あんな子たちどうでもいいの。だって私マムちゃんと結婚するんだもん。なんですって。もう一度言ってみる。だからマムちゃんのお嫁さんになる。うわっ、いやすくマムちゃんなんて呼ばないで。振られたくせに。わー、たまれたまれ。なんたまれ。でも美奈子ちゃん、さっきの言葉は訂正したよ。じゃあ先輩にこだわりすぎるのやめてくれる。こだわってるのは美奈子ちゃんだってば。マコちゃんよ。美奈子ちゃん、マコちゃん、美奈子ちゃん、マコちゃん、美奈子ちゃんだってば。